刻は1時41分を回りました。 MBS 交通情報です。日本道路交通情報センターさん、お願いします。はい、お伝えします。阪神高速道路の池田線が事故のため通行止めになっています。11号池田線は池田方面に向かう北行きの塚本と豊中南の間が二輪車の事故のためお昼の0時43分から通行止めになっています。このため北行きは塚本出口を先頭に4キロ渋滞しています。渋滞の影響で福島と中之島の入り口から入ることができません。またこの事故に伴い池田線の南行きは塚本付近で右側の車線が規制されていて5キロ渋滞しています。代わって高速道路は西名阪道が故障車のため渋滞しています。西名阪道は天理方面に向かう東行きの大和まほろばスマートインターの手前に故障したトラックが止まっているため走行車線が規制されて2キロ混んでいます。次は2時27分頃です。日本道路交通情報センターの杉原がお伝えしました。